スーパーサイヤ人といえどまだ子供、食らってやるわけにはいかない。今日はここまでだ。パパ強すぎるよ。俺の攻撃が捕まえてもらう。じゃあ。ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ、俺はやはりバビディの術に。そんなベジータさん。うるさいぞお前ら。俺を誰だと思っている。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。何？自分の意志でバビディの術を。俺はカカロットと戦いたいだけだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらう。だが俺も貴様以上の特訓をした。天才である貴様との差を埋めたのだ。こんなくだらん戦いはさっさと終わらせて、俺の実力だけで貴様を倒す。それだけが俺の目的だ。さすがだベジータ。それほどまでオラと決着をつけたかったとは。ならさっさとやっつけちまわねえとな。はあ、なんだよそれ。この僕の家来になる気はないって。許せない。もういい、行け、ダンプラー。はっ。俺を家来にしようなど、プライドを傷つけた落とし前をつけてやる。うわあ。よくもこの俺をコケにしやがったな。じわじわ痛めつけてパワーを吸収させてからやっつけるんだよダンプラー。はい、わかりました。やれろ。ドア、うん、こっちだ。うらっ、うん、もらった。くそ、うわっ、うか、うん、やっ、うん、死ぬ。見通しだ。勝ちだ。もらった。見通しだ。
余計なことを考えている暇はないんじゃないのか。さっさと本気を出したらどうだ。ファイナルスマッシュ、ビッグバンアタック。俺様を利用しようとする奴はぶっ殺す。ただそれだけだ。全然パワーがたま…これじゃあ魔人ブーを復活できない。おい、俺をコケにして。一瞬でぶっ殺してやる。ひつこいな。あっち行け。さとくたまれ。貴様を許さん。死ね。助けて。魔人ブーの弾を石にされた人たちも元に戻っ…ありがとうございました。みな…宇宙の平和などどうでもいい。何せ時間がないものだからな。あ、そうだ、早く。大会が終わっていようがいまいが関係ない。随分と待…ああ、待ってくれ、ベジータ。何？こんなとこでカメハメが撃ったり、スーパーサイヤ人で戦ったら…やっちゃえ、頑張んなさい。分かった、純粋。あ、俺はずっと…行くぞ、カカロット。貴様という目標を失った後でも、俺は決してトレーニングをやめなかった。いつか再びカカロットと戦う日が来る。俺が勝つ日が来ると信じていたから。痛かったな。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。
すげえ強くなってんな、おめえ。こんなワクワクする畑は久しぶりだ。切れるかな。見切れるかな。これでとどめだ、カカロット。ベジータ。天下一武道会エキシビ。純粋な戦いの技。そうだ、ベジータもさっさとあの世に来い。物騒なことを言うな。俺はまだ修行の手を抜くなよ、カカロット。勝っても負け、次も俺が勝つ。